上達は今年で28年目になりますが、1995年、今から25年前にこの種目を作りました。もともとは野球選手の腕のコンディショニング、こういう肘を使って丸い大きなお月様を自分の顔の前、胸の前で描いてくださいよ。そしてスクラッチですから、引っ掻くようなモーションをきっかけ反動にしてぐるぐる回してください。その時背骨見てください。背骨も一緒にこのように回ります。連続運動でどこも止まることなくぐる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 回すことによって肩甲骨、上腕骨、前腕、指先まで全部のコンディショニングをということで始めました。膝を少し曲げてください。はい、これぐらいですね。で、肘はさっきの周りと一緒です。はい、どうぞ、ぐるぐる回してください。はい、いいですよ、ぐんぐん。これぐらいのゆっくり感で結構です。最初は上半身のコンディショニングで作った動きも見てください。この骨盤の前後の動き、この動きを最初の指導のきっかけにすることによって、実は背中、体幹部、腕、そして骨盤の部分が全部が連動することが実現できます。はい、 OKOK。 ポイントはですね、この先端部、肘の先端部が高い位置、手のひらが顔の方、そして背骨の回転運動、はい、向こう向いて、この動きによって全身運動にしてくださいよということですね。ポイントは、ただ肩はここまで上がらないんだよっていう年配の方もいらっしゃると思います。その時にはこの辺りで小さな円でも結構です。スイカの、ね、大きさぐらい、もしくはソフトボールの大きさぐらい、みかんでも結構です。ぐん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 、今こうやって左回しますけども、左肩がこう前にグッと出てますね。このゼロポジションの中でぐる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 回していただくというのは重要なことになると思います。それが反動がつい、スクラッチがつき、グッと上がってくる分には気持ちよく回してあげてください。はい、こうやって大きな円を描きながら、でも骨盤をこうやってリード役としております。反対どうぞ、リバーサル、ギュンキュン。回す方向は真反対になるんですけどね、真逆になるんですが、大きな円を描くことは同じです。だんだん体を起こしてきます。はい、上を見ます。膝も伸びます。身長高くなります。はいはい、こんな感じで、ぐんぐん、手のひらが自分の顔の方を向くのは同じです。よー、はい、ギョン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 、反対、よーい、よー、すごくいい、すごくいい、上向いて、おーい、できました。ソウタ君のオンラインレッスンを担当した上達屋のキクです。6ヶ月ソウタ君を担当して、実際にピッチングのコントロールアップ、バッティングは、骨盤のキレが増し、ヘッドスピードが上がりました。オンラインレッスンの特徴は、遠いところにお住まいの選手でも
上達屋メソッドを受講いただけるということです。最も良かったのは創育プログラムを習得していただけたことです。理にかなった体の操り方を習得することでパフォーマンスの基礎が出来上がりました。お父さんからは体操、ピッチング、バッティングともに映像で細かくチェックできることで本人の疑問も解決し安心して練習することができるとお話をいただきました。シーズンが始まればゲームの映像を送っていただくことでコメントを返すことができます。スマホ上達やオンラインお待ちしております。